万人が効果を感じられる引き寄せテクニックまとめ。万人が効果を感じられる引き寄せテクニック決定版みたいのを誰か開発してくれっつう話だ。その手放すとか今ここに感謝するとかを一連の流れの中に含めてさ、全員が志望校に合格できる勉強法を開発しろみたいなもんだから無理だと分かってるが、合格率の高い一流予備校のやり方みたいのを作ることはできるんじゃないのか。ここまでノウハウ知ってる連中が揃ってるのなら。でもなんつうかな、じゃあスーパーマリオの完全攻略本があれば誰でもクリアできるかっていうと、とか思ってみたわけだぜ。ああそうだな、しかしマリオの例え多いな、年バレんぞ。いや前年代に伝わるかと思ったんだが、で今ちょっと車を運転してきたんだが、運転しながら数マリじゃなくて運転に例えればいいんじゃねと思ったわけだぜ。教習書もあるわけだし、安全運転マニュアルもあるわけなんだが、それでも事故を起こすやつがいるわけだぜ。だがそれで教習書に言われた通りやったのに事故ったのはお前らのせいだという訴訟をしたやつは聞いたことないんだぜ。じゃあなんで事故ったのかということをまとめておくのは非常に意義のあることだと思うわけだぜ。例えば安全に目的地にたどり着こうという目的を忘れてつい歩道の美女に目が行ってしまったとか、酒を飲んで運転してたんであまり覚えてないとかみたいにだぜ。まあ大体の事故の原因は自分が運転しているという意識がないせいじゃないかと思うわけだぜ。同じようにロアの失敗の原因は自分の人生を自分が運転しているという意識が薄れた時じゃねとか思ってみたんだぜ。例えば過剰ポテンシャル状態を山道のドリフト走行に例えてみる。で事故ってからこういうわけだぜ。私の人生はあんなにうまくいっていたのに、どうして突然こんな悲惨な状況に転落するんだ。俺は肯定派だが、できるやつもいるしできないやつもいる、失敗したらそれはお前の念じ方が悪いみたいな論法じゃ、そりゃあ確かにそれのどこが法則じゃいって切れるやつがいてもしょうがないと思うぜ。だからやってみて失敗したならしたでいいんだが、失敗した時の修正チェックポイント、これから試してみよう。一番手放すはできてるか、手放すとはってのがあれば便利なんだがね。いいね。もちろん個人によってやりやすさというのはあると思うけど、大枠は一緒だよね。外しちゃいけないのは、1、叶ってほしい状態に焦点を当てる、間違っても欠乏に当てちゃいかん。2、足を引っ張るネガな思考、感情を薄めていく。3、その状態を味わう、その方法としてイメージング。4、忘れるイコール手放すイコール今に集中イコール現在の行動に集中とか。まあくまで例だけど、そうそう、そのノウハウはコテ班ごとになっているんだけど、コテ横断でできるといいかもと思うんだよ。共通するのは丸ワクワクポジティブ感か、イコール楽しむイコール気楽イコール力まない丸願望に焦点、丸無理のない範囲でイメージング、×焦り不安、バツトラップセット、バツネガイコール欠乏への焦点。テクニック、丸思考、信念と願望の調整、22段階、丸ポのなんとか、名前忘れた、丸振り返り法、108紙の、私はどうやって解決したのだろう。丸断定法、108紙の、すべてはうまくいっている、バツしたくない行動イコール無理、とかね。すごい、わかりやすいですね。体感というか実感できないと難しいのかな。今に満足って言ってもそんなん無理だよって思う人も多いと思う。自分自身がそうだったから、何がきっかけかは分かんないけど、ある日突然来たよ、幸せだなーって。その後こうだったらいいなー、でも今幸せだからそうならなくてもいいやって思い始めてからはいい流れに乗ってきてると思う。こうじゃないともう絶対無理って思ってた頃より気楽だから人生が楽しくなってきた感じがします。私もかれこれ1年近く潜在意識とか自己啓発系のサイトや本読んだりして取り組んでみて、
やっと最近、今現在に満足するって感覚になったんです。私もある日突然でした。願望はまだ叶ってないんだけど、ああ、私って幸せなんだなって感じるんです。で、百八さんの話を読んで、全スレの1、願望実現をいつかに設定してる限り、何も起こらない。これが当てはまるなと思ったんです。マーフィーとかも叶っているつもりでみたいなこと言ってるけど、イメージングでその時のワクワク感や嬉しい気持ちを感じても、目の前の環境、景色が現実のままなのでギャップを感じてしまう。今この瞬間叶ってないって思ってしまうんです。その後こうだったらいいな、でも今幸せだからそうならなくてもいいやとまでは思えないので、まだ執着してるってことなんでしょうかね。幸せだなって感じるようになってから、お腹の底からワクワクドキドキする感じ、楽しいイベントの前日みたいな、で何か大きなものが自分の行きたい場所に押し上げてくれるような変な感覚があるんです。だからもうすぐ叶うのかなって思うんだけど、その時点で未来のことになっちゃってますよね。とまとめると、ギャップを感じている時点ではまだダメなのかなってことを言いたかったんです。私はどん底からの逆転なので大したことじゃないかもしれませんけど、確かにお腹のあたりのワクワク感ありますよね。私の場合は今十分幸せだと思ってるので、もうすぐかなとかもあんまり考えてないです。願望については相当本当に必要なのかを検討しているので、自分にとってそれが必要なら受け取って当たり前と思ってます。先を考えても仕方ないことに気づいてからは、とにかく今を大切に楽しく過ごしています。幸せ感を感じるまでは自分が貝になることをしていても、欲しいものが手元にない、行きたい場所にいない、欠乏感が強かったんです。それが一月くらい前に突然、何をしても今の日常が幸せで満たされている感じになって、以前の欠乏感がなくなったんです。願望は叶ってないけど、今この瞬間は幸せだなって。でもそれで願望が叶わなくてもいいやって思えないんですよ。やっぱりあれが欲しいって思うんです。どうしてもあれじゃなきゃって感じではなく、あれがあったらもっと幸せみたいな。それで日常の幸せ感、イメージングで願望達成後の感覚の先取り、現実に変化なし、あれ日常の幸せ感のループで変な感覚が続いてます。もう暗闇で手探りの状態は抜けていて、家から一歩出れば外は快晴なのは分かってるのに、ドアの開け方分からないような状態です。やっぱり執着してるからかな。今欠乏感がないのなら、執着かなんて気にしなくってもいいんじゃないでしょうか。私が思うに受け取るタイミングもあると思うのです。たとえ快晴でもドアを開けたら突然強風ってこともありますよね。いい流れに乗っていらっしゃると思いますよ。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。